ちょっと話切り替わるけど、ワドンさんの前さんは和解したんですか？なんかそのあ、なんか喧嘩したみたいな話、ね、そうだ、それでなんか俺も企画中にやっぱそういう話だったからどうしようってなって、やっちゃくにもやっぱこっち来るか、ね、こっち和解っていうか、まあ、喧嘩してたちょっとなんかそこですよね、今後の企画の、まあ、さっき、まあ、からバチバチになっていくからね、ちょっと話し合ってもね、そこ話し合ってちょっとになってるね、確かにお互いやっちゃったら今後の企画のためにやっぱね、あの参考にしたいんで、はいはい、あ、せんできるぞ、まあ、本当ワドはちょっと一回話しなきゃ、真面目な話ね、これは本当に、あ、はい、やらなきゃ、これ反省会もちょっと踏まえてなって、すいません、失礼します、こっちはこっちでやっと、おい、おい、おい、全然おい、おい、お前チーターのよ、またやりやがって、おい、またこ、お前チーターの回復だろ、お前昨日ふわっちやってたの、おい、すいません、何やってんだよ、何やってんだよ、ワド、ワド来たの、すいませんこっちでこう、こう、ワドいらねえじゃん、帰れってやるの、ワド入れた意味だいろんなとこがぐちゃぐちゃだよ、ここで白ここで黙っとくかちょっとね、まあ結構僕心配して今日の朝起きたら電子ボタンいっぱい飛んでて二人に喧嘩したんですよ、比較ちょっとこれ立つのかな、いけるのかなと思ってちょっと不安になって、だからね、そこはねやっぱお互いの意見があるわけで、あの立場の違いっていうのがある、だから和道はリアルライフから仕事として依頼を受けてるわけでしょ、そうですね、司会者として、そうですね、はい、で俺は一配信者として、はい、あの面白い配信をやってくれって頼まれてるわけじゃん、まあそうですね、うん、だからそこで意識の違いだよね、まあ意識の違いだよね、うん、まあちょっとそこは2人で会って解決したのかなっていう部分もあったんで、うん、だから和道から行けば企画をちゃんとやってない俺に対して文句があるでしょ、いやまあやっぱり、うん、やっぱスポンサーさんがいるわけじゃないですか、うん、でやっぱりその敬語じゃなくてもう、うん、ガッて言うから、いいですか、もうメガネ取っていいですか、ここはもう年上とか関係なく、大手とかとも関係なく、やっぱ配信とかじゃなくてプロ意識なくないですか、ため語に、ため語でいいよ、プロ意識がないっていうか、だからじゃあなんで受けたんですか、だからそこはあのね、あの目近いですよ、そこはだからなんで仕事を受けた、仕事じゃないよ、はい、あのお前は仕事を受けたかもしれないけど、はい、俺は仕事ではないんだよ、俺に関しては、いやいやいや、それやっぱりスポンサーさんめっちゃ本気でもう立ち上げから携わってたんですけど、もう本気で考えてて練って、うん、ブッキングとかもずれて、聞いてるで、いや正直もう光くんとかも超本気でやってて、うん、で、もうこれあれだよ、もうあの聞こえてんじゃんそっちに、え？本気でやっぱ。和道さんは本当に、うん、リアルライフを成功させたかったんで、やっぱり光くんも新越ともすげえもう夜中とか超かっこよかったんで、やっぱバイさん尊敬してるんですよ、レジェンドだと思ってんで、敬語じゃなくて、そうだから、ね、いやストッキングかぶってるキンバイが大好きなんですよ、お前さちょっとあの仕事だからっつって、はいはい、ちょっとあの、はい、あれだよ、調子に乗りすぎたんじゃないの、いやいや、あの一線超えてるよ、どうですか、俺にあの俺に対するあの一線超えてるから、はい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 、マジで。なんすか？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 あ、お先にお会計を、はい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 。お先にお会計を。マジめっちゃ怒ってるやん。仕事すか？めっちゃ怒ってるやん。仕事すか？お先にお会計を。お前仕事かもしれないじゃん。こっち遊びでやってんだよ。舐めてんすか？舐めてんだよ。舐めてんすか？お前の方が舐めてんだよ。舐めてんすか？はい。じゃあエイズですよ。なんで今？いやマジやな。金牌さんなんでカメラ目線だった？めっちゃちょっとあそこで二人カメラ目線しながらしい。何これ？
エイズ映った。いやもうエイズっすわ。これね。あもうエイズっすわ。もうエイズ映って。完全エイズですわ。ロハコさんとロハコさんからもらってるのも確定ですね。めっちゃキスうまいっすね。取れます。取れます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。